住民の思いが詰まった申し立て書です。どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。どうぞよろしくお願いします。本日ですね、宮城県、丸森町、ヒッポ地区、住民のですね、合計698名が原子力賠償紛争解決センターでですね、申し立てをしてまいりました。今回ヒッポ地区住民のですね、9割以上の方が参加していただいております。福島県外で集団申し立てする初の事例ということになります。まあ、福島県の皆さんがこう放射の被っている線量ですか、それとほぼ私たちあの丸森の方もヒポ地区ですね、まあ、同じような線量を被っております。そこであの県という境でこう保障に差があるということは自分たちにとってはちょっと納得できないという、まあ、そんな形でですね、あの本来福島県並みと同じような保障をお願いしたいということで今回あの申し立てしたものです。またあの福島県の皆さんは大変な苦労しているんですけれども、私たちもあの県境を接しておる地区でございますので、占領という意味で言うとそんなに大きな差があるわけではありません。むしろ福島県の方の自治体よりもむしろ高いところのもヒッポ地区の方が、まあ、あるという形の中で、あの保証金額が差があるということで、その差額をあの請求するということで今回のいたしました。まあ、一つあの福島県以外の地区にもこの放射能が高くてあの苦労しているという地区があるということを、まあ、皆さんに知っていただければいいのかなと、うん、私はそんなふうに思って今日来ております。私は母親代表として来ました、引地睦美と申します。8歳と6歳と4歳の子供を持つ母親です。震災前は自然豊かなヒッポで子どもたちが外で論考になって遊んだり、両親と畑で一緒に野菜を取ったりして過ごしているのをすごく楽しみにしていました。ですが 3.11 の原発以来その光景が見れなくなりました。あの時の地震で1週間近く停電が続き、原発事故でヒッポにも放射能が降り注いだということを後から知り不安でいっぱいでした。何も知識もなくて知人に聞いたりインターネットで調べたんですが、いろいろな情報が行き交い、頭がパニックになりました。地震直後は子どもが小さく外で遊んだり洗濯物を干したりしていましたが、沿岸部から妹と赤ちゃんも避難してきていたのに、あと後からヒッポは宮城県で一番放射線量が高くそれを浴びていたことを聞きゾッとしました。子どもがこれから先放射能を浴び続け体に影響があったらとすごく心配です。子どもたちに私たちの不安を感じさせないために少しでも心と体を休めようと沖縄の NPO 法人子どもの島の方々たちに丸森の親子を招待していただき、1週間沖縄の方で心と体を休め外でいっぱい遊ぶこともできました。今はヒッポの自然で遊ぶことはできません。避難も考えましたがおばあちゃんの介護もありすることもできませんでした。子どもが食べるものは少しでもセシウムが出ないものと思い、食べさせています。ヒッポの山菜やキノコを食べることはもうできません。早くこのような状況がなくなることを祈っているんですが、また原発が爆発しないことを祈っています。宮城県は沿岸部がほとんどで原発に対してはほとんど知られていません。だからこそ私たちがこんなに苦しんでいることを皆さんに知っていただきたくてこちらに立たせていただきました。以上です。ヒッポ地区振興連絡協議会という、今回の賠償の申し立ての取りまとめを行いました団体の事務局長をしています吉澤と言います。私自身ですね、その事務局長以外にもですね、いろんな立場をありまして、3月15日に家族、当時2歳と1歳の子供がおりまして、まだ停電状況で、停電の中で全く状況がなかったんですが、非常に不安に思ったものでですね、僕だけが残って妻と子供を宮城県の県北の方に避難をさせました。それからですね、妻と子供は一度もヒッポ地区の方には戻ってきておりません。自主避難という形で生活を続けております。
また私はですね、この丸森町筆歩地区という場所の自然と人に惹かれまして、宮城県仙台市から移住をしたものですので、そこの自然を非常に愛しておりまして、今複雑な立場でいるなと自分自身で実感しております。震災後ですね、1週間ぐらい停電が続きまして、電気が入ってインターネットを見て、僕もその時の筆歩の状況でどうなっているのかなと調べたんですが、愕然としましたのは、文部科学省さんをはじめいろんな機関が測定をしているのは県境の福島県まででした。僕たちの住む筆歩地区と福島県には何の隔たりもありません。小さな一つの橋がですね、その県境にあるだけで隣にもう家が見えています。むしろ本当に並んでここが宮城県です、ここが福島県ですというほとんど境のない中で暮らしてきておりました。ただ福島県 国からの福島県に対する支援とかというのは、また東電からの賠償というのは全てそこで変わってきてしまっております。そのような思いを住民みんながずっと抱えて暮らしてきました。今回このような形で賠償申し立てをさせていただきますが、これを賠償申し立てをすることで私たちの心が全て晴れるとは思っておりません。これは始まりにしか過ぎないと思っておりますので、これをきっかけに福島県宮城県という境をなくした中で本当に放射線量、そして被害者の心に沿った形での対策というものを求めていきたいというふうに思っております。